はい、こんにちは、116インズです。 MLB の方のオフシーズンはまだあまり動きが少ないんですが、今日は日本の方で少し興味深い話が出ていまして、今日の朝刊でサンケイスポーツが報じていたんですが、ドミンゴ・サンタナがどうも NPB に来るかもしれないと。でヤクルトが現在このサンタナの獲得調査を行っているようでして、まあ、具体名が出ているということも考えますと、獲得の可能性というところはかなり高いんじゃないのかなと個人的には考えています。まあ、このオフのヤクルト、非常にですね、外国人選手の補強というところも積極的に行っていまして、このサンタナ以外にもパイレーツからホセオスーナですとか、それからアストロズのサイスニードといった選手たちを獲得、あるいは獲得寸前というところまでどうも言っているようですので、このサンタナもヤクルト入りとなれば非常にチームとしては強化されるんじゃないのかなと考えています。で、簡単にこのドミンゴ・サンタナという選手をご紹介しますと、2009年国際 FA としてフィリーズと契約した後、その後アストロズへとトレードされ、2014年アストロズで MLB デビューを飾っています。で、翌2015年はカルロス・ゴメスが絡むトレードでブルワーズへとトレードされ、そこから15年16年となかなかレギュラー定着というところまではいかなかったんですが、ブレイクイヤーとなったのは2017年。この年151試合に出場して30本のホームラン、 OPS8 割7分5厘とブルワーズの主軸打者として1年間活躍しまして、ここでようやくレギュラー定着となったんですが、この2017年のオフにブルワーズはクリスチャン・エリッチとそれからロレンゾ・ケインを獲得しまして、外野が一気に充実してしまったんですね。その結果サンタナの出場機会というのはたった1年で減ってしまいまして、2018年のシーズンオフにマリナーズへとトレードされました。で、マリナーズでは開幕からレギュラーの座を与えられまして、121試合で21本のホームランを放つなど、17年の活躍は決してまぐれではなかったことを証明しました。ただこのサンタナは結構怪我の多い選手でして、昨年後半戦も肘を痛めてしまいまして、で結果バッティング面にも悪影響が出てしまって、昨年後半戦のサンタナは前半戦ほどの活躍はできず、で結果としてマリナーズは1年でこのサンタナをノンテンダーするという判断に至りました。今シーズン FA となったサンタナはインディアンスと契約を結びましたが、残念ながらここではあまり結果が出ず、今回の日本球界入りが噂される運びとなりました。ただ2017年に30本、そして2019年は21本を放つなど、今シーズン活躍できなかったとはいえ、 MLB での実績に関しては申し分ない選手なのかなと考えています。まずサンタナに関しては何と言ってもパワーが魅力的ですよね。こちら左側に出ているのは2015年以降のサンタナのホームランをプロットしたものになるんですが、図を見ていただければわかるかと思いますが、左右まんべんなくホームランを打っていることがわかりますよね。2017年には476フィート、約145メートルのホームランを記録していまして、これはこの年の MLB のホームランの飛距離では全ホームラン中9位と、飛ばす力に関してはこのサンタナ申し分ないものを持っているんじゃないのかなと考えています。もしこのままヤクルトとこのサンタナが契約するのであれば、本拠地は神宮球場となるわけですけれども、一般的にホームランが出やすいとされる神宮球場とこのサンタナの相性というところは非常にいいんじゃないのかなと個人的には感じています。昨年マリナーズでプレーした際、サンタナは日本開幕戦で来日して東京ドームでプレーしているんですけれども、開幕戦で逆方向に満塁ホームランを放っていまして、あのホームランは個人的にすごい衝撃的でしたね。私も試合の方は現地観戦していたんですが、サンタナの打球って本当に落ちてこないんだなというところを目の当たりにしまして、個人的に生で見たホームランの中ではかなり衝撃的な部類だったかなと記憶しています。パワーに関しては本当に期待できると思いますので、日本の野球に適応することさえできれば30本あるいは40本ぐらいホームランを打っても全くおかしくはないんじゃないのかなと個人的には予想しています。それぐらい彼のパワーはすごいと思いますし、もしまだ疑っている方いらっしゃいましたら、以前レイエスさんがサンタナのホームランをまとめた動画をアップされていましたので、そちらもご覧いただければなと思います。では続いてバッターとしてのサンタナをもう少し細かく見ていきたいなと思います。こちらが2015年以降のサンタナの打席でのアプローチをまとめたデータとなるんですが、彼は結構やはり空振りは多い選手ですね。2015年以降で空振り率は 32.4% と
MLB 全体の平均が 24.5% と考えますと、なかなか高い水準にはなっていますね。で、全体の空振りが多いせいか、彼はストライクゾーン内のボールに対してコンタクトするというところもあまり上手い選手ではないようですね。ゾーンコンタクトパーセントと書いてあるところが、そのストライクゾーン内のコンタクト率を示したデータとなるんですが、今シーズンを除けばいずれも 70% 台後半と、やはりこちらも MLB の平均と比べますと少し低い水準となっています。ストライクゾーン内のボールをうまくコンタクトするのが苦手という点は、打率を残すという点では少々不利になってしまう要素ではあるかなと思います。ただサンタナのいいところといたしましては、ボール球にはあまり手を出さないんですね。チェイスパーセントというところがボール球に手を出した割合を示した数値となるんですが、2018年を除けば MLB の平均よりも低くなっていますので、その点はサンタナの打席でのアプローチに関していい部分なのかなと感じましたね。実際通算でのフォアボール率も 10.9% と、ある程度フォアボールも選ぶことができる選手です。2019年のマリナーズ時代のサンタナを私は一番見ているわけなんですけれども、確かに結構空振りはするんですが、意外とコンスタントに出塁はしてくれたなという印象はありますね。続いて球種別の成績も見ていきたいなと思います。上が2017年以降の速球に対する数字、ファーストボールと書いてあるところですね。そして表の下側は変化球に対する成績、ブレイキングと書いてあるところですね、となっています。サンタナは一番得意としているのは速球系のボールとなっていまして、シーズン30本のホームランのうち19本は速球系のボールからホームランを放っています。最近では NPB でも150キロ以上の速球を投げる選手非常に増えてきましたが、 MLB レベルの速球に対して結果を残しているという点は心強いですね。またサンタナは変化球もものすごく苦手というわけでもないんですね。確かに今シーズンは打率1割5厘、2019年も打率2割4厘と打率という面ではあまり振るっていませんが、ただ2017年は変化球に対して打率2割9分4厘9本のホームランを放つと、2019年も打率は高くはないんですが、変化球からホームラン8本を放っていますので、変化球がからっきし打てないというわけではありませんので、この点は日本の野球にうまく適応する可能性を秘めた存在なのかなと感じています。アプローチに関しては決して悪くないと思っていますので、本当に日本の野球に慣れて実力を最大限発揮することができれば、バッティング面で活躍する可能性というところは非常に高いんじゃないのかなと、個人的にはこのサンタナに期待しているところです。そう、バッティングはすごくいいんですよ。サンタナに関して個人的に一番問題だなと、特にセリーグでプレーする上で問題だなと感じているのがやっぱり守備なんですよね。サンタナは外野手なんですが、外野手の中でもちょっとお世辞にもうまいとは言い難いような選手なんですよね。スタッドキャストで計測したアウトアボブアベレージという指標があるんですが、こちらは2018年を除いてサンタナ全ての年でマイナスを記録しています。またエラーという観点で見てもサンタナは2019年外野手ながらエラーを12個も喫していまして、守備率は9割4分、これはさすがに外野手としては多い。残念ながら2019年のサンタナの守備を一番見ていますので、他の年のサンタナの守備がどうだったのかというところがあまり詳しく語ることはできないんですが、サンタナ足は決して遅くはないんですが、動きがやっぱり良くないんですよね。打球に対する反応というところが、まああまり良くないのかなというところは見ていて感じたところですね。今年はサンタナアウトアボブアベレージでは少し数字を持ち直していましたので、もしかしたらマリナーズでレフトを守っていたことが彼の守備にマイナスの影響を与えていたのかもしれませんが、そうは言っても今年もマイナスを記録していますので、守備に関しては日本に来てもあまり期待しない方がいいんじゃないのかなと個人的には考えています。ちなみにサンタナの守備範囲ってどんなもんなのと疑問に思われている方もいるかと思いますが、こちらが2019年の滞空時間5秒以内のボールに対してサンタナがアウトにした打球の範囲となります。まあパッと見でもあまり広くないように感じるかと思いますけれども、全く同じ年全く同じ条件で名手ムーキーベッツがアウトにした範囲が右側の図となります。もちろんプレイしていた球場も違いますし、飛んできた打球の質というところも変わるとは思いますが、まあこう見ても決して守備範囲は広くないのかなというところが比較としてわかるのかなと思いました。この点はポジショニングですとかシフトをうまく使いながらサンタナの守備によるマイナスをなんとか軽減できればヤクルトとしてもいいんじゃないのかなと思います。ということで、ここまでドミンゴ・サンタナという選手についていろいろと見てきましたが、守備に関してはちょっと問題点はあるのは間違いないと思いますが、それを上回るぐらいのバッティングを持っている選手だと思いますし、
もし本当に日本に来るのであれば、彼のバッティングを再び日本で見ることができると考えると非常にワクワクします。サンタナのホームランは結構なんでこんなのが入っちゃうのと思うような打球が多いんですが、ぜひですね、日本でもそういったホームランをファンに見せてくれたら嬉しいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。